タールが湧き出す源はビーチにつながっていると言われている。このまま放置していたらマウンテンノットシティはあの世に飲み込まれてしまう可能性がある。手遅れにならないうちにタールの噴出口を塞ぐ必要がある。反物質爆弾を使ってタールの噴出口を物理的に塞ぐしかないというのが研究者の見解だ。民間のチームが反物質を使った推進装置の研究を手掛けていたんだ。ビーチ経由で出現した反物質を捕獲して研究していた。しかしやがて研究は中止された。いつまで経っても実用化のめども立たなかった。ただいたずらに危険性が増すだけだったからだ。第一次遠征隊が反物質を引き取ることになった。今もそれを管理している。反物質はリスク軽減のためにいくつかのトラップに保管されている。内部は時期によって物質に触れないようになっている。このトラップを爆弾に転用したというわけだ。トラップ内部の時期を消去すると内壁と反物質が接触し追消滅を起こす仕組みだ。反物質は少量でボイドアウトほどではないが、万が一輸送中に爆発すれば被害は甚大だ。トラップそのものも保管用だから運搬を前提とした構造にはなっていない。運搬用のケースにはスタビライザーを搭載している。だが転倒や落下などすればその衝撃には耐えられないだろう。その衝撃でトラップの磁場が消えれば全て終わりだ。追消滅の爆発が起きる。サム、これは大きな危険を伴う配送だ。これまで様々な困難を克服してきた君にしかできないだろう。なんとかそいつを運んでくれ。サム、聞いてくれ。反物質爆弾の荷物ケースは長距離の運搬を前提としていない。中の反物質はトラップに保管されてはいるが、強い衝撃や車両の揺れ、フローターの激しい振動があればそれに耐えることはできないだろう。トラップ内部の磁気に異常が生じると警告音が鳴る。警告音に気をつけ慎重に運ぶんだ。万が一輸送中に爆発すれば被害は甚大だ。取り返しのつかないことになる。その声はママか。まあまあ何を言ってるんだ。あの人は決して母親なんかじゃない。ママふざけてるのか。いいかしら、もう一度言うわね。私たちマウンテンノットシティは UCA には加盟しない。都市をつなげば世界は DS 前の暗黒時代に戻ってしまう。一つの規範でみんなを縛る必要はないでしょう。都市の独立性を保った上で必要に応じて物資を運ぶだけでいい。十分よ。あんたがここの代表なのか。そうよ、ここの責任者。私はロックね。ロックね。あんたがあの技術者。おい、ちょっと待ってくれ。帰りなさい、あなたたちに用はない。あんたに頼みたいことがあるんだ。ブリッジズがしようとしていることは間違っているのよ。サム、すまない。彼女がマウンテンノットシティの責任者になっていることは把握できていなかった。現存するノットシティだが、その数は必要最小限にまで減ってしまっている。なんとかマウンテンノットシティを UCA に加盟させなければこの先もない。じゃあどうする。君には伝えてなかったが、サム、ロックネはママの双子の妹だ。もともと彼女も第一次遠征隊のメンバーだった。もちろんママと同じ後発隊だ。ママはブリッジズでのワークネームだ。
本名はモリンゲン。二人は双子のドゥームスで天才的な科学者だった。姉のママは応用物理学、妹のロックネは論理物理学のエキスパートだった。ママはキューピッドのハードウェアを、ロックネはソフトウェアを担当していた。どんなに離れてもお互いの声が聞こえる。二人は双子通信と呼んでいた。理屈はわからないが、しかしこれだけは言える。彼女たちはカイラル通信そのものだった。双子通信でいつも二人はつながっていた。そのおかげでキューピッドやカイラル通信を開発できたんだ。ママが事故に遭って二人の関係はおかしくなった。ロックネはブリッジズを脱退、連絡も絶った。理由は私にもわからない。このままロックネを説得できなければ我々のアメリカ再建計画は立ち行かない。ロックネが拒むのはママの事故に原因があるのかもしれん。どうしたらロックネがカイラル通信を受け入れてくれるか考えなければならない。二人に何があったのか、すまないが私にはこれ以上わからないんだ。君には何か思い当たることがないか、考えついたら行動に移してくれ。